さあ本日のお詫び行きましょう。太蔵くんですね、はい、前半一切参加する意識が見られなかった。いやもうすごいたくさんコメント寄せたんですけどね、大変失礼しました。ちょっとね、皆さんこう発言して、ね、今日眠そうだったよね。いやそんなこと、いや議論出尽くした後にね、最後にコメントって難しいんです、これなかなかね。そうですね、すいません。お疲れ様です。疲れてないですよ、はい、全然今日疲れてないのよ、はい、本日、お詫び、選ばれてしまいましたけど、お詫びで、はい、選ばれてしまいましたけど、参加する意識あったんですけどね。すごい入ろうとしたんですけど、今日の議論聞いてると割って入るほど反対意見でもないっていうことが多かったですね。確かに。これは困るんですよ。わ、はい、かります、言ってる意味、はい、ちょっと待ってください。こうじゃないですかっていうのがあれなんですけど、今日のひろゆきさんも普通だもん、言ってることで。そう思わない？みんな使いそうです。みんな全員思ってることをさ、もうどこにも書いてあるようなことをみんなが言ったっちゅうだけで、もうちょっと待ってください、それこうなんじゃないですかっていう感じにならなかったな。いつぐらいからなんかあれちょっと全然入れてないなとか思ってたとかってあったりしますか？いや今日実はね、結構ね、あれ僕が活躍する場面って結構いろいろあったんですよ。で新聞とかで、新聞これぜひ皆さんね、はい、新聞は読んだ方がいいですよと。でとにかく今日の毎日新聞なんかもテレビなんかでウクライナ一色かもわかんないですけどね、毎日新聞なんか開けた次のページには不登校のこの克服したっていうかね、高校時代不登校で今大学3年生で非常に辛かったと。でみんな学校死ぬぐらいだったら学校辞めればいいじゃんっていう、そう簡単に言うんだけど、そんなこと簡単にできないと。で全日制と通信制があって、じゃあ通信制にしたらいいじゃないかって言うんだけど、通信制の方がお金高いんですって。で今へーと思ったでしょ。へーと思って、この気づきを与えてくれるのが新聞なんですよ。だからぜひ皆さんね、新聞は1ヶ月3000円とか4000円ぐらいのコストを払う価値は十分ありますよっていう、こんな立派なコメントがあったんですよ。めちゃくちゃそうですね。でしょなかなか今聞くとへーってなるじゃない。あとね、満を持して用意したらサンジャパン。そうですよね、サンジャパンでしたっけ。サンデージャパン、はい、これは、まあ、サンジャポ企画なので、やっぱ番組が力を入れているのは皆さん分かるじゃないですか。あんなにロケが嫌いなデーブさんも2回もロケやってる。ね、で超多忙なニコルンを使ってる。だからサンジャポが相当力をかけてやっている一大企画なんだなっていうのはよく分かるわけです。でその時に 3,4 週間前の放送で僕は何て言ったかって言ったら、ぜひサンジャムをやったらいいと。もうパンに合わせるジャムをね、一緒に販売したら絶対売れると、もう投資家目線ではいいというのをスタッフも、そのコメント素晴らしいから何が何でもそれは放送で言ってくださいと。あの時見たこともないようなでかいカンペが出たんですから、サンジャムね。あれから4週間、そして今日の放送、ジャムの香りが一つもない。あんだけ強く言う、ねえ、絶対言ってくれと言ったあのサンジャムはどこ行ったんだというコメントも残念ながらちょっと今日はできなくて、時間の関係で、まあ、ということで今日お詫びの YouTube で一生懸命喋らせてもらいました。来週は期待してください。今週を取り戻しますから。